うんうん、いやそうなのよ。いや俺はさ、やっぱ褒められてこう伸びるタイプだからさ、まあ、そこがいやスタッフ分かってないんだよね。そうそうそう、もっとさこう気持ちよく、あれ、あれ番組始まってる、あれアルバルクフープ、アルバルク東京アリーナ MC の南隼人です。いやそういうんじゃないんですよ、そういうんじゃないんですけども、今日もいい番組を皆さんで一緒に作っていきましょう。さあではですね、今日もリモートでお届けですが、あの選手が来てくれます。アルバルク東京、この後半に入って好調になってきてますからね、どんな話が聞けるのか楽しみです。では始めていきましょう、アルバルクフープウィー。さあ今日のゲストは小島元気選手です。よろしくお願いします。元気、元気、俺は元気っすよやる気、勇気、元気。怪我から復帰して調子を上げてきた男が今日はトークでも見せてくれます。みんな大好き小島元気。ではもう早速ですけども、試合から、見て振り返っていきましょう。ではまずは1月23日の島根戦から振り返っていきます。さあそれでは島根戦のゲーム1から振り返っていきましょう。で小島選手、まず聞きたいのが、ここに来て小島選手今スターティング5じゃないですか。そうですね、もう試合の最初から入っていくっていうのはやっぱり試合中から入っていくのと気持ち的には違うものですか。まあ、少し違いますね、やっぱそのスタート後から出るのでは。はい、どのあたりが違うんですか。そうですね、もう本当試合の入りなんで、その後から出るときはそのチームがいいときと悪いときと2つあって、それに合わせてこう考えてやりますけど、もうこれ最初なんで、とにかく自分たちのペースになるようにっていうのが大事かなと思って考えてやってました。なるほど。そのあたりは常にスターティング5で出ているこう田中大輝選手だったり、田中大輝選手だったり菊池翔平選手とは何かそういった話はされたんですか。いや、でも翔平さんは常に入り入り入りだぞっていつも言ってくれるんで、まあ、自分もそれそうだなと思いながらやってます、ね、なるほど。でこの島根戦もこう序盤からいい形で入っていって、常にリードする展開で進めていけましたよね。そうね、最終的にも結構点差も離れて、まあ、悪くないゲームだったと思います。さあその中でこの今ボールを持っているデション・トーマス選手なんかもかなりチームにフィットしてきましたよね。そうね、まあ多分ある自身そのチームの雰囲気とかルールとかもだんだん体に多分入ってきたんだなって思いながら見て、やっぱ笑顔とかも増えてきたんで、うん、思います、ね、なるほど。さあということで島根戦はご覧の通り86対64でアルバルク東京勝利となりました。島根戦はゲーム2も制しての連勝となりました。では続いては熱戦となった2月10日千葉戦を振り返ります。まずは何といってもアルバルク東京、ここから東地区の順位を上げていかないとチャンピオンシップに向けないというところもありますので、はい、これまず試合前からかなり大事な一戦になりましたよね。そうですね、今は本当全部の試合大事で、特にこの千葉戦なんかみんなで集中して入っていく戦だったと思います、しかも平日水曜日のこう、まあ、ワンゲーム連戦じゃないじゃないですか。試合に入るまでは選手たち何か話はされたんですか。まあ、とにかく今はその負けられないっていう意識がもう常に今ある状態で、そういう空気感もかなりチームでありますね。僕たちもこう上から見ていたり、あとファンの皆さんの反応を見ていても、やっぱりずっとねチャンピオンシップファイナル戦った相手柄なので、こう燃えるものが僕らもあったんですけども、個人的にはいかがでしたか。そうですね、やっぱり千葉さんはやっぱライバルチームですし、もう今3年、ね、ずっと戦ってるし、ファイナルも2回も戦ってるんで、やっぱりちょっとこう意識するようなところはあります。でそんな中試合の入りほぼ互角、この第3クォーターに入ってからアルバルクの形になってきましたよね。
そうですね、でも入りからやっぱりその自分たちのペースのシュートが入らなくても自分たちのペースなんだなっていう感じはありました。うん、で第3クォーターまたこの試合は田中大輝選手大当たりでしたもんね。めちゃめちゃシュート入ってましたね。私かなり攻めてましたね、うん、はい。で第3クォーターリードを保ったまま第4クォーターに入るんですけど もうここからが一進一退でしたね。ちょっとそうですね、点差があったのでそこをちょっとコントロールできなかったのはちょっと悔しいですね。でこのもう残り5分の際にフリースローをもらうんですけども、この辺りからやっぱ、まあ、ヒリヒリというか会場内もいいプレーの時は盛り上がるけど何かあると静かになったり、そういう空気ってちょっと伝わってきました。もうひしひしと伝わってます。やってこの時間でこの点差なんで、うん、もう1個の判断でこのターンオーバーでもうゲームが変わっちゃうんで、うんうん、それが、まあ、多分こういう雰囲気になるんだなと思います。うん、でここ残り1分のところ小島元気選手からデション・トーマス選手、常にボールを触ってる時間がやっぱりポイントガードって多いじゃないですか。この残り2分の、まあ、心境っていうのはどういうものがあったんですか。まずはやっぱりディフェンスで点数を入れられないことが一つで、オフェンスに関しては本当何を選択するかっていうのは常に考えて、千葉さんがやっぱこうやってスイッチしてくるので、そこでやっぱ富樫選手とトーマス選手のミスマッチのところで攻めれたのは良かったと思います。なるほど。さあということでアルバイト東京、この千葉との一戦勝利となりました。さあこの時間はですね、小島元気選手に試合を振り返っていただきましたが、小島元気選手といえばやっぱりパーソナリティが知りたいですよね。さあどんどん小島選手に話を聞いていきます。さあそれでは小島元気選手にですね、さまざまな企画を考えてきたわけなんですけども、我々も後半さらに皆さんを応援したいと、で小島選手にしか知らない選手のいいところがあるんじゃないかと思いまして、題してチームメイトを褒めまくろー。シーズン後半、選手たちの士気を上げるためにもこれでもかというくらい褒めて褒めて褒めまくりましょう。ではいきます。まずはこの選手から、ダダン、田中大輝選手です。じゃあ先行僕からいきますね。わかりました。いきます。パンパンイケメン、パンパンパン綺麗好き、パンパンスリーポイントが最近めちゃめちゃ入る、パンパン身長が高い、パンパンもう誰にも1対1は抜かせないディフェンスが素晴らしい、パンパン英語でビッグマニーパンパン COLL クール、パンパン全部英語。 You are the big終了ちなみになかなか今多分食事とか行けないと思うんですけど、はい、やっぱり先輩田中大輝選手ご飯に行くときは全て出してもらってるんですか。基本出してもらえますね、はい、で10回中10回かって言われたらそうではない。あーそうなんですね。さあではどんどんいきますよ、まだいますんで選手。わかりました。続いてはこちらの選手です。何だ俺それそういうゲームですか。じゃあ先行私からまたいきますね。いきますよ、はい、小島元気を褒めまくろう、イエーイ、パンパン面白い、パンパン素敵でクールで綺麗好きで人のことを考えられるとてもすごいいいやつ、パンパンパン菊池翔平選手にあれだけ家に来るなと言われてもめげずに何度も翔平さん家のお家に行くと何度も伝えること、パンパン
ハイテンションでめっちゃいいやつ素晴らしい、ありがとうございます。では最後はこちらの方、ルカカビッチの成功を褒めまくろうせーの、パンパン熱血感、パン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 、普段はいいやつパンパン勝負に徹する、パンパン上から目線で、オンとオフは切り替えはええんちゃうパンパン、我々スタッフにも常に話しかけてくれる、パンパン上から目線で、まあ部下がリーダーならついてくわありがとうございます。もうでもルカヘッドコーチと4シーズン目、はい、こう関係性っていうのはその最初に比べてやっぱり変わってきたものですか。まあ、ある意味その信頼っていうか、そのお互い言わなくても分かるようなっていうか、なんていうか、そういう感じのこう大人な関係にはちょっとなりました。もう一人最後いけるかなっていうところで、え、いきましょうか。これね、あの僕も今全く見ずに渡されたんで、こちらの方です。ドン、え南隼人を褒めまくろう、せーの、パンパン声がいいよね、南隼人は。パンパン最後575で、南さん、すべての人をつなげるよ。おお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 おアルバルク東京とファン地域をつなぐアルバルクリンク、今年もファン投票で選ばれたアルバルク東京のサードユニフォームが登場。これで3月の公式戦5試合を戦います。特徴はユニフォームの背中に入るトヨタの社名が選手ごとに違うこと。3月はユニフォームにも注目です。さあ今回はですね、小島元気選手をお迎えして、もう選手をですね褒めちぎっていただきましたが、さあシーズン終盤、視聴者の皆さんに向けて小島選手メッセージをお願いします。はい、皆さんいつも応援ありがとうございます。またいつもご視聴ありがとうございます。もうラスト23から5ぐらいだと思うんで、試合自体が本当に勝負になってくるんで、皆さんも一緒に戦ってください。そして一緒にまたチャンピオン目指して頑張りましょう。ではまた会場で、またはスマホの前で、ではありがとうございます。では小島選手も最後テンション高くいきますよ。アルバルクフープウィー、ありがとうございました。視聴者プレゼントのお知らせです。今回は小島元気選手のサインが入った卓上カレンダーを2名様にプレゼント。番組のホームページの応募フォームからご応募ください。